DC テレビジョン継承番組帰ってきた虎ノ門ニュース高橋会が50万再生突破、朝八丸山会30万再生超えるという動画でご紹介している虎八後継番組の数字。帰ってきた虎ノ門ニュース復活から1ヶ月が経過し、情勢が落ち着いてきました。数値を追ってどうなんだというご意見もあると思いますが、今週も記録しました。ニュースジョネ4月24日週38,000、5月1日週76,000、8日週40,000、15日週50,000、合計206,000再生でした。毎回5万前後をキープしています。須田ブーストも落ち着きを見せてきており、10万再生をなかなか超えません。闇鍋ジャーナル括弧仮 YouTube 4月24日週584,000、5月1日週516,000、8日週517,000、15日週341,000、合計1958,000再生でした。月曜日から金曜日の動画ライブの集計で50万再生程度を前後していましたが、最新週が40万再生を割ってしまいました。帰ってきた虎ノ門ニュースとの合流がささやかれていましたが、青山議員が帰ってきた虎ノ門ニュースに復活するということで、青山アンチの山田社長主催の闇鍋との合流は遠ざかった印象です。闇鍋ジャーナル括弧仮ニコニコ4月24日週21,558、5月1日週21,293、8日週22,333、5月15日週18,310、合計81,394再生です。1回あたり1万程度です。初期に比べて減ってきました。今回も最新週が週2本配信にもかかわらず2万再生を割っています。帰ってきた虎ノ門ニュースメンバーシップ開始で会員の取り合いが起きている印象です。朝八4月24日週105万、5月1日週93万、8日週94万、15日週107万、合計399万再生です。5月1日週8日週は水曜配信を休んでいるので、100万再生を割っているのは致し方ないです。15日週は週5配信に戻っており、100万再生を超えました。帰ってきた虎ノ門ニュース4月24日週53万、5月1日週36万、8日週31万、15日週29万、合計149万再生です。最新週の高橋須田江崎会が金曜日から日曜日の3日間で29万再生と好調です。大抵2週目に10万から20万再生するので、50万再生は超えるのではないでしょうか。さらに青山議員が日程が合えば出演するということが決定しています。その時の観客数や再生数も楽しみですね。健康くんは後継番組のどれを応援しているのかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。